ケント軍の位置ケント軍は、アメリカが州国テキサス州に位置する軍である。2000年現在の国勢調査で、人口は859人である。ここの軍庁所在地は、ジェートンであり、軍の名前は、荒も取りでの戦いで戦死したアンドリュー・ケントから、取られている。アメリカが州国統計局によると、この軍は総面積2339。 平方キロメートルである。このうち2337平方キロメートルが陸地でに平方キロメートルが水地域である。総面積の0.06%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口859人、353世帯、247家族が暮らしている。人口密度は零平方キロメートルである。 例、平方キロメートルの平均的な密度に551件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人95.46%、アフリカン・アメリカン0.23%、先住民0.35%、アジア0.00%、太平洋諸島系0.00%、その他の人種3.73%、及び、 根結0.23%である。ここの人口の9.08%はヒスパニック、またはラテン系である。353世帯のうち26.10%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、61.20%は夫婦で生活している。5.90%は未婚の女性が世帯主であり、30.00%は 家族以外の住人と同居している。28.00%は独身の居住者が住んでおり、14.20%は65歳以上で独居である。一世帯の平均人数は2.33人であり、家庭の場合は2.83人である。この群内の人口は20.60%が18歳未満の未成年18歳。 以上24歳以下が5.40%、25歳以上44歳以下が21.80%、45歳以上64歳以下が26.80%、及び65歳以上が25.50%にわたっている。中央値年齢は47歳である。女性100人ごとに対して男性は91.70人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.60人で、ある。この軍の世帯ごとの平均的な収入は3万433米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は3万5568米ドルである。男性は2万3875米ドルに対して、女性は2万米ドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は17,626米ドルである。人口の10.40%及び家族の9.20%は貧困戦以下である。全人口のうち18歳未満の13.10%及び65歳以上の6.10%は貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。